次に近藤和也君。近藤君。石川県能登半島の近藤和也でございます。よろしくお願いいたします。黒田総裁の答弁聞いていますと、やっぱりちょっと皮膚感覚というか、生活者の感覚といいますか、現場感覚といいますか、もう少し数字は数字で大変大事なんですけれども、この人の呼吸をちゃんと感じていただきたいなというふうに思います。私たち政治家は、今日も野田元総理もおそらく街頭を立たれてきたと思いますけれども、この気温の10度でもですね、春の10度は暖かいですし、これから良くなっていくなと思いますし、今の気温10度はどんどん寒くなってきついなと、同じ気温10度でも違うんですよ。こういったことをやはりしっかりと受け止めていただきたいと思います。そして今日の中の答弁の中でも、この上昇率ですね、今物価上昇率、消費者物価想定以上の上げ方していますけれども、来年になってくれば去年上がった分が剥落していくから落ち着くんだという言い方していますけれども、値段が上がったものはそのままなんですよ。例えばうまい棒1本10円が12円になりましたよね。10円が12円となったらなんとなく分かりづらいですけれども、コンビニに行ったら30本売ってます。300円が360円なんですよ。600円が720円なんですよ。ものすごく値上がりしています。これ小さなお子さんまでもが今物価上昇大変だねというふうな思いもありますし、来年になったら落ち着きますよということよりも今が苦しいんですよ。今が大変だということをしっかり受け止めていただきたいと思います。はい。でその上でちょっと順番が前後しますけれども、資料を配りさせていただきました、3ページ目ですかね、2ページ目、こちらは日銀さんの方で取られているアンケートです。これ、生活者の声ですよね。おそらく何度も、見られていると思いますけれども、1年前と比べて、ゆとりがなくなってきたと感じている方が半分、そして、なぜゆとりがなくなってきたというところでいけば、物価が上がったからが 84% です。そして収入が減ったからという方が 47% 近くもいらっしゃるということですよね。賃上げ賃上げと言ってますけれども、収入が減ってきているということです。そして世帯の収入としては変わらない、減ったという方が 48%、 4割いらっしゃって、そして支出がどう変わったかというのは、収入が変わっていない、もしくは減っているのに支出増えているんですよね。本当につらいと思います。その最大の理由としては、物価が上がったからということなんですけれども、やはりさらにつらいのは、支出が減った方の理由が収入が減ったからというので、悪い人はどん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 追い込まれていってるんですよ。でこういうことを私はちゃんと感じていただきたいと思います。そして次のページです。次のページは、帝国データバンクからいただいたデータですけれども、これは、コストが、上がってきた中でですね、消費者、企業物価が上がってきている中で、企業はどれだけ苦しいかということ、ちなみにこの存続は可能だとか、余裕があるという、大きな数字はあるにしても、すでに限界だというところが 6.5%、もう企業の存続危機だというところは 2.5%。この企業の考え方、数の数え方もありますけれども、例えば200万社と考えればですね、5万社がもう危ないと言っているわけです。で、そこでどれだけの方が働いていらっしゃるのか、しかもその大半が小規模企業でございます。もともと体力のないところであります。こういう苦しい状況を踏まえて、来年は落ち着くからとか、そういうことは私は大変残念な答弁だと思いますが、この点についていかがでしょうか。黒田日本銀行総裁。何度も申し上げますけれども、今ですね、必要なことはやはり経済の回復をしっかりと支えて、賃金引き上げが可能になるような経済状況を作っていくということが最も重要であるというふうに考えております。従来から申し上げているように、最近見られたような急速かつ一方的な円安の進行というものは、企業の事業計画策定を困難にするなど、先行きの不確実性を高めて
我が国経済にとって全体としてマイナスで望ましくないというふうに申し上げておりますし、また、まあ、円安が進行したことは、気温の資源高と相まって、まあ、輸入物価の上昇をもたらして、その価格転嫁を通じて、物価の押し上げ要因になっているわけで、その中でも、まあ、中小企業を中心にですね、仕入れ価格上昇を十分価格転嫁できてないという声があることもよく承知しております。物価上昇がマインドの悪化、あるいは実質所得の下押し、ご承知のとおり、賃金の上昇率は足元で 1.1% 強というところでありますので、3% 物価が上がれば、実質所得が下落しているということはそのとおりでありまして、マインドの悪化、あるいは実質所得の下押しを通じて、家計に影響を及ぼしているということも十分認識しておりまして、そういった意味で、為替動向、その他、経済物価情勢を、特に企業や家計の及ぼす影響について、丹念に点検してまいりたいというふうに思っております。ただ、何度も申し上げますけれども、今、金融を引き締めて、金利を引き上げてですね、経済の回復を遅らせて、賃金を引き上げる余地を減らすということは好ましくないというふうに考えております。近藤和也君。何度もですとか従来からというのは、私まだ黒田総裁になってから2回の質問ですから、それは余計な言葉だと思います。開き直らないでいただきたいんです。本当に多くの方々が苦しんでいらっしゃいます。現在私も品さん、立憲民主党のネクスト財務金融担当大臣の下で、新しい金融政策ワーキングチームの現在座長をさせていただいています。新しいと言いますのは、やはり新しくしていかないと生きていけないからです。私営業マンしてましたんで、お客様に例えば損失を与えてしまうとかですね、そういう場合にでも、例えば転勤などがあるわけですよ。それはお客様にとっていいか悪いかですけれども、ある意味リセットすることができるんです。そしてお客様も会社も、もう一度やり直していこうかということができることはできるんですけれども、日銀の政策、お客様は、国民ですよね。最終的なリセットできないんですよ。だから大変なんです。今例えばこのアベノミクスの負の遺産については、例えば日本銀行の過剰になりすぎたバランスシートの問題がありますよね。もう国債も買いすぎて、もう新発国債以上に国債を買ってしまっているという、大変おかしな状況になっていますし、ETF についても含み益がいくらあろうが株式市場を歪めてしまっていることは間違いありません。そして今為替市場とも喧嘩をしてしまっているという状況になってきていますけれども、この私たちはこの負の遺産をどうにかしていかなければいけない。ただこれはもう爆弾です。日本経済にとってみれば、この爆弾を解体しようとすれば、下手な解体をしようとすれば、誤爆、誘爆を招きます。先ほど金利上昇、金利を上げることできないという言い方をしましたけれども、そもそも金利を上げれる状況にしなかったのは誰の責任なんですかということなんですよ。そこを私は開き直らないでいただきたい。そして今、出口戦略という議論もずっとありましたけれども、出口をどうしていくのか、私たちも真剣ですが、黒田総裁、もう出口決まってますよね。もう来年の4月ですよね。もう次続投されるつもりはないと言われましたけれども、国民が求めているのは、今の苦しさの出口を求めているということでございますんで、なんとかですね、協力していただきたいと思っています。これからも国民は生きていくわけですし、日本銀行も続いていかなきゃいけない、当然ですけれども、私たちは前向きな議論をしたいと思いますんで、なんとか開き直らないでいただきたいと思います。で、その上で、この新しい私たちとすれば、この金融政策ワーキングチームを立ち上げたわけですけれども、今、岸田総理が新しい資本主義ということを掲げられました。正直、よくわからない、何度も議論されてきていますが、日本銀行として、この何が新しいと捉えているのか、そして自分たちとして新しいものに対して、姿勢を変えるべきところがあるのかどうか、このことについて伺います。黒田日本銀行総裁。その前に一言だけ、
何かその日本銀行は金利が上げられなくなっているというようなことは全くありません。あくまでもですね、現在の経済物価情勢に照らして金利を上げるのが適切かどうかという観点から、それは適切でないと、今の金融緩和を続けることが適切だというふうに考えているということはご理解いただきたいというふうに思います。政府の経済政策あるいはその考え方について私が具体的に評価することは差し控えたいと思いますけれども、その上で申し上げますと、日本経済にとって人への投資などによって成長力が高まるとともに、その成果が賃上げ等の形で幅広く行き渡るということは大変重要であります。日本銀行も先ほど申し上げているような形で賃金の上昇を伴う形で物価安定の目標を持続的安定的に達成することを目指しておりますので、この点では政府と日本銀行の目指している方向性は一致しているというふうに思います。ただ具体的にその新しい資本主義というものをどのように評価しているか、全体としてどう評価しているかということについては、ちょっと意見を差し控えさせていただきたいと思います。委員長。近藤和也君。なぜこれを、黒田総裁に聞いてもなかなか答えにくいということは私も分かっていましたけれども、今例えば、農林水産の分野におきまして農業基本法というものを変えるんですね、二十数年ぶりに。でそこにいきなり新しい資本主義というものが一番お題目として来ているわけですよ。で不安定なものに基本法が変えられるというのは大変私たちも怖いです、不安定です。でこの新しい資本主義そのものが岸田政権何年続くか分かりませんが、どこかでまたガラッと変えられたときにですね、じゃあ金融政策変えるんですか変えないんですかといったところにも私はつながってくると思います。私はこのことについての見解を求めない、見解を言わないというのは不誠実じゃないのかなと。変わるのか変わらないのか、このことについて変わる変わらないでちょっと伺います。黒田日本銀行総裁。何度も申し上げますけれども、日本銀行の金融政策、2013年の1月に 2% の物価安定目標を決定し、政府と日本銀行の共同声明で、それを明らかにし、現在に至っているわけですけれども、新しい資本主義というものが先ほど申し上げたように人への投資などを通じて、実質賃金を押し上げる要因になるということであれば大変望ましいことであるというふうには考えておりますけれども、何度も申し上げますが、その新しい資本主義というもの、そういうものを提示することが直ちに何か日本銀行の金融政策に影響を与えるということは考えておりません。あくまでもそれがですね、実質賃金の押し上げを通じて安定的な物価目標の達成を近づけるということであれば、当然それに応じた金融政策が取られるということは当然だと思うんですけれども、新しい資本主義というものを提示したことを即何か金融政策、日本銀行の金融政策に影響があるということではないと思っております。近藤和也君。はい、それでは岸田総理の思いは黒田総裁には届いていないのかなと、そういう認識でしょうかね。はい、このことについてあえて問いません。実質賃金が上がってないじゃないですか、結果的に。そして例えば私の地元でもですね、働く場所少ないです。で会社もどんどんなくなっていっています。で仕事を追われる方もいらっしゃるんですが、やはり生きていくためには仕事を探すんですよ。ね、場合によっては違うところをよそに行ってしまいますよ。それでもどん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 人口減少進んでいってしまっていますけれども、生き残るためにはやはり変わっていかなきゃいけない。何が良かったか悪かったか、で先ほどアベノミクスについての評価、金融政策についての評価ありましたけれども、私は悪かった部分についてもですね、謙虚に反省しなきゃいけない。実質賃金が上がらなかったということについても謙虚に反省しなきゃいけないと思います。日本銀行の政策として本当にこれからも変わるつもりはないんでしょうか。黒田日本銀行総裁。先ほど来申し上げたとおりですね、日本銀行の大規模な金融緩和政策が日本経済をデフレでない状況にし、実質成長率も回復し、ベアも回復しですね、そういった面で、そうでない場合と比べてですね、
計量分析でもですね、プラスの効果があったということは明らかにされているわけであります。ただそういった意味でもですね、常にですね、その時々の経済物価情勢を踏まえて最適な金融政策を行っていく必要があるということは、日本銀行は一貫して申し上げているところであります。近藤和也君。はい、私たちの方といたしましても、この政府日銀の共同声明に対してですね、その新しくですね、もう書き換えていかなくてはいけないんではないか、で先ほどから何度も何度も賃金が上がっていかなければいけないということも言われていました。本当にその通りだと思うんですね。できていなかったから。ですから品さんの下で私たちとしても物価上昇を伴いながらの実質賃金の上昇ということを共同声明の方で、新しく書き換えるべきだということを提案をしています。私たちは新しいワーキングチーム作りましたし、総理でさえも新しい資本主義じゃなきゃいけないんだという、新しく変えなきゃいけないということを言っているわけですが、この共同声明も新しく書き換えた方がいいんではないでしょうか。黒田日本銀行総裁。共同声明では政府日本銀行のそれぞれの役割について現時点で今見直す必要があるとは考えておりませんが、日本銀行としては物価の安定という使命の実現に向けて自らの役割をしっかりと果たしてまいりたいというふうに思っております。先ほど来申し上げているとおりですね、名目賃金が上昇をしなければ物価の安定的な上昇ということもないわけですので、名目賃金の上昇が非常に重要であるということはそのとおりでありですね、名目賃金の上昇率から物価上昇率を差し引いた実質賃金の上昇率が長期的に見ると労働生産性の伸びによって決まるというふうに考えられますので、そういった意味で労働生産性の引き上げが非常に重要な課題であり、実質賃金の伸びが重要な課題であるというのは事実なんですけれども、物価の目標の関係ではやはりこの名目賃金がしっかりと上がってくれないと、物価は安定的に 2% の目標を達成するというのが困難であると思っておりまして、そういう意味では賃金の上昇というものをそれに基づいて答弁は簡潔にお願いします。上がるということが望ましいし、それを目指しているということは従来から申し上げてますけれども、今後ともしっかりとコミュニケートしていきたいというふうに思っております。近藤和也君。私たちは助け舟出しているわけですよ。で黒田日銀総裁のもう任期はあと数ヶ月ですけれども、この共同声明そのものは、白川さんの時ですよね。ですから私は良い意味での総裁の出口戦略といいますか、置き土産といいますか、このアベノミクスの清算ということも含めてですね、私はしていかれた方がいいんじゃないかなと思っています。でその上で今日は財務副大臣にはこの共同声明の中でですね、この政府の役割として財政運営に関する対する信任を確保する観点から持続可能な財政構造を確立するための取り組みを着実に推進するという文言がありますが、これがしっかりできてきているとお思いでしょうか。井上財務副大臣。ご質問ありがとうございます。まず2013年から2019年までのですね時期、それから2020年から2年間このコロナ禍の時期、そして今の、ウクライナ侵攻からのですね物価高騰、それからエネルギーもそうですし、食料も高騰している、この時期と3つに分けたいというふうに思いますけれども、安倍政権が交代いたしまして、政府と日銀が連携を取ることによって、デフレではない状況を作り上げるということが第一義の目標でありました。それは、ある意味、ではこの共同声明によってですね、方向性としては間違ってなかったというふうに思っております。そしてコロナ禍の時の共同声明もそうですけれども、日銀との共同声明で、政府系金融機関のみならず民間の金融機関もですね、
中小企業、小規模事業者に対して、無担保、無保証、無金利でお金が貸せる環境も作りですね、430万社の中小企業をなんとか守って、雇用を守っていこうということをやらせていただいた時期もございました。それは日銀と政府の連携が取れていたからできたことであって、われわれ政府だけではできなかったことでもあるというふうに思っています。ですから、そういう面では。持ち時間が経過しておりますので、簡潔に答弁をお願いいたします。今お話がありました、今の経済をですね、しっかりと下支えをした上で賃金を上げていかなければいけないということというのは、野党の方々と全く同じ気持ちでありまして、今までの政策としてはですね、同じ方向を向いてやれたことがある程度の成果を上げられたものだというふうに感じております。近藤和也君。全く答えてくれてないということは、できていないという裏返しなんでしょうか。本当に残念です。もう時間が参りましたんで、最後、チャートを後ろに2枚つけました。まあ、いろんなせい、このコロナのせいであったり、ウクライナへの侵略のせいであったりですね、ただ、金融政策というのは、もう不確定の中でやるものが当然ですから、ネガティブな情報が出てきた、状況が出てきたからといって、それを理由にするというのは、私はおかしいと思っています。そしてこの円安のことについても、ドルのどっぽ高ということを盛んに黒田総裁は言われていますけれども、確かにドルはどっぽ高です、この資料を読んでみれば、この1年、2年はドルが上がっていますけれども、逆にですね、これは日本円もどっぽを安、ほとんどの通貨に対して負けているんですよね、最後のページ、これ、逆数でしていますけれども。このことを考えてみても、やはりこの何かのせいにするというのはおかしいと思いますし、われわれの提言も謙虚に受け止めていただくことをお願いいたしまして、質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。次に。